松原美穂さんです。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いいたします。この1年大変な1年でしたけれどもですね、まあ、この間言ったようにあの弟さんがね、あの大成功したんで、うんうん、それはそれで松原家という、はい、松原って本名なん、松原美穂本名ですね。本名ですか。松原家でいいの、ね、はい、松原谷氏の谷氏は芸名です。松原は本名そりゃそうやろうな、うん、まあ、なんだけどみんな大変だったこの1年、あのコロナ禍の時はどうでした。ずっとこれ結構引きこもって楽しかったです、うん、あそっちの方なんだそうなんです。インドア派とアウトドア派がいて、もともとインドア派の人は何ともなかったっていうか、そうなんです、楽しかったというか動かなくていいんだ。めっちゃアウトドア派の人はもう地獄だった。ああそうなんですね。だから動きちょっとね動き出したから、ああ頑張らないといけないのかしら。それぞれやねちょっとプレッシャーですね。家にの好きなんや。そうなんですよ。まあそういう人も多い一人でいるのが好き。はい。孤独を楽しむというパターンやね。孤独とかゴロゴロを楽しむという。ゴロゴロ。あの日頃大勢の人と仕事したりとか、はい、前大勢の人に囲まれている人はそういう人が多いね、はい、僕もどっちかというとそっちかもしれないね。あ本当ですか、うん、気が合いますね。ね、まあ、まあ一人でこうリラックスできるというかね。あ、うん、なるほど。だからといって別にみんなといるのが嫌ではなくてですよね、はい、それはうまいこと過ごしてたんだね。そうです、ね、なんかもうこのコロナ禍でストレス溜めてちょっと精神的にもちょっと弱っちゃった人がたくさんいるみたいですが、早くしっかりとねあの元に戻ってあの元気になってほしいと思っております。今日は何を歌ってくださいます。私の大好きなフォーククルセイダーズのファンなんですが、うんうん、今日はあの橋田典彦とシューベルツの曲で、はい、風という曲を。名曲。もうなんかねこれ年を取るごとに染みる歌ですね。橋田典彦さんといえば京都です。京都ですね。同志社大学。おお、ね、素敵ですね。当時は京都からあのフォークスのねもう有名な人がいっぱい出ましたから ね作られたのが大学生というのが驚きですね。そうですよね。みんなそうでしたもんね。なんかバンバヒロフミさんとか、ね、もういろんなフォークスターが出ましたから。そうそう、大学生がこんなね歌詞を書かれるのがすごいなと思って、うん、北山治さんすごいですね。本当そう思う。だから本当にこのフォークのメッカと言われているこの京都が生んだスターでございます、はい、橋田典彦さんね、はい、風はい、美穂ちゃんが歌うとどんな風になるのかお楽しみください、ね、はい、聞いてください。どうぞ。人は誰もただ一人旅に出て、人は誰もふるさとを振り返る、ちょっぴり寂しくて振り返ってもそこにはただ風が吹いているだけ。人は誰も人生につまずいて、人は誰も夢破れ振り返る。プラタナスの枯れ葉舞う冬の道で、ナスの散る音に振り返る。帰っておいでよと振り返ってもそこにはただ風が吹いているだけ。人は誰も恋をした切なさに、人は誰も耐えきれず振り返る。求めて
歩くんだ。何かを求めて振り返ってもそこにはただ風が吹いているだけ、吹いているだけ、吹いているだけ、吹いている